What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。結構なんかあれですよね、ツイッターも使われてて、はい、フランス語のフレーズを毎日投稿されてらっしゃる感じですよね。そうですね、フランス語の、ね、フレーズを毎日投稿していたり、 あとはあの僕が、ね、フランス語を使ってお仕事が今できているので日本 で、うん、で僕みたくこうどうしてもやっぱりフランス語を使って仕事がしたいけれども、うん、まあ、ちょっとやり方がわからないと。フランス語の仕事ってあんまり情報がないんでね。大学生の時にやっぱり自分もフランス語の仕事つきたかったんですけど、まあ、情報がなくてすごい困ってたんですよ、うん、今ね逆に自分はフランス語を使って仕事できてるんで、うん、でも自分がこの経験を発信したり知っていることを発信したら、うん、まあ、自分みたいに悩んでる人に役に立てるんじゃないかなと思って、うん、なんでこう日本にいながらフランス語の仕事に就くために役立つ情報をツイッターで発信してるような感じですかね、うん、あ、なるほど。でツイッターもされつつ、まあ、フランス語で働くサイトの運営も別途されてるっていう感じ。あ、そうですね。なるほど。でもそこのサイトってあのもうちょっとお聞きできるなと思ったんですけど、まあ、Kさんと僕大学院からの友達なんですけど、もともと大学院卒業した後って別の仕事されてたじゃないですか。あ、そうね、そうね、してましたね。でもあのやっぱフランス語を使う仕事がしたいっていう気持ちが変わらずあられたんで、はい、まあ、今の会社に入られてインバウンド対応されてると思うんですけど、はいはい、まあ、そういった K さんの経験がこう存分に反映されたサイトかなって想像はしてたんですけど、はい、なんかもうちょっと詳しく知りたいなと思って、そのサイトがどんなものか。いや、あげてくださいますね、随分10年の中なんで10年のないまるで打ち合わせしたかのように褒めてくる原稿なしですからね。そう、原稿なしですから、皆さんこれ、はい、あの本心で言ってくださったことね。原稿なしです今の僕のフランス語 あのサイトはフランスまとめサイトっていう名前のサイトなんですけれども、はい、この名の通りですね、あのフランス語の仕事に就くため、フランス語を使える仕事に就くための情報をメインとはしているんですが、他にもフランス語学習それにあたってこんなあの学習の仕方をしたら効率的ですよとか、あとこんなフランス語学校に行ったらいいですよっていうようなフランス語学習に関する情報を発信したり、留学先はこんなところがありますよっていう留学の情報とか、あとはフランス語のまあイベントですかね、例えばこうアンスティチューフランセとか関西っていうフランス語を学ぶ機関があるんですけど、そこでルマルシェっていう市場のイベントがあったりとかっていうようなのの、あのいついつどこどこでありますよって情報を発信したり、あと僕の友人がフランス人の男性とご結婚されたんですけれども、今はね、あのお仕事の旦那様のお仕事の都合でオーストラリアにお住まいなんですが、フランスに4年間ちょっと住んでいたご経験があられるの で結婚とか出産とか、まあ、あちらでご経験されているんでね、まあ、出産した時にこんなことが必要ですよって、フランスの男性とご結婚されてフランスに住んだ時はビザとかこんなのが必要ですよとか、こんな手続きが必要ですよっていうなのを、まあ、情報として発信したりとか、なのでフランスでの生活に関する情報を発信したりとかもしてますね、うん、あとはフランスのおすすめ SNS とか、こう YouTuber さんでこんな人がいらっしゃいますよとか、ブログでこんな情報を発信してる人がいますよとか、 Twitter やられてる方にこんな方がいらっしゃいますよっていうのを発信したりとかもしてます。結構幅広な情報を網羅されてるようなイメージですかね。そうですね、なんでそれを意図して、まあ、フランスまとめサイトっていうその何にもひねってないあのタイトルにしたんですけどいやすごい逆にシンプルで、じゃああれか、別にあのフランス留学したい人とかだけではなくて、フランスに関するちょっとした情報を知りたいなとか、まあ、日本国内で、はい、なんかこうフランスに関係あるイベントとか知りたいなとかって思う人が気軽にこう見れるような場所でもあるっていうことですかね、はいはい。そうですね、こうフランス好きが集まれるサイトにちょっとしたかったんですよね。ただ自分の思いとしてはやっぱりフランス語を使って仕事をしたいっていう人の役に立ちたいとは思っていたので、まあ、そこはメインとはしているんですけれども、うん、それだけじゃなくて最終的にはフランス語を使って、まあ、副業でもいいですし仕事じゃなくてもいいんですけれども、まあ、何かをやりたいって思っている人、それこそあのフランスの内輪でやるようなフランスのこう音楽イベントをやりたいとかっていうような方がいらっしゃった時に、それを僕のサイトで発信することでその人の活動を応援できたらいいなと思っていて、なんであのそういうようなことを目指してやってましたね。
なるほど。じゃあもうフランスに関するお得な情報が欲しい場合は、計算サイトに行けばゲットできるっていうことですね。そうですね、はい。なるほど。頑張って発信しようと思ってます。ただ最近やっぱりコロナなんでね、あんまりフランス語のイベントっていうのがあんまりないんですけれど、まあ、でも可能な限りこちらの方で探して発信するようにはしてますね。まあ、僕も実はフランス語は勉強してまして、学生時代に。そうですね、確かユネスコにインターンに行かれてましたよね。あ、そうなんです。まあ、ケイさん冒頭で国連で話されてる言語の一つがフランス語だからフランス語選んだと思うんですけど、はい、僕も実は同じ理由で、はい、学部生の時にフランス語を選んだんですよね。あ、そう、真似したんですね。ま、そう、ケイさんの知らない、お互いに知らないですけど、ね、そうですね、東京と大阪なんで知るすべもないんですけど。そうそう、すいません、すいません。まあ、でも実は僕はフランス語を選んでて、はい、まあ、ケイさんは留学でフランスに行かれて、はい、パリですよね。そうです、パリでした。で、僕も大学院時代に、ちょっと来客が来ちゃいましたね、ちょっと待ってくださいね。皆さん聞いてください、田中君って猫飼ってるんですけど、多分猫が来たのかもしれないですね。なんか猫がね、よくね、作業場に入ってくるんです。で、にゃん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 言うんですよ。今田中さん、ご自宅でちょっと収録を、鳥取県のご自宅でされてるんですけど、きっとそれかもしれないですね。まったくね、本当ゲストを差し置いてひどい男ですよね、本当に。あ、帰ってきた。お待たせしました。猫でした。いやいや、あ、本当に来客だったんだ。じゃ失礼しました。猫かと思ってた。猫寝てますね今ね。 あ、そうなんだ。僕今一生懸命猫の説明してたんで、はい、寝てました。場をつなごうと思って。ちょっとごめんなさい、改めて言っていただくと、はい、ケイさんフランスで留学で行かれてまして、まあ、パリですよね。はい、はいはい、で、僕も実は大学院の時にインターンシップするためにユネスコ本部に行ったんですけど。そうですよね、行かれてました。はい、まあ、なので、まあ、共通点としてはパリに過ごしたことがあるっていうところがあるんですけど、はいはい、もともと僕もフランスには憧れがあったんで、はい、まあ、半年間のインターンシップ期間中はすごい楽しかったんですよね。はいはい、まあ、それこそユネスコ本部ってエッフェル塔の真向かいに、ね、そうそう、事務所があるんで、はい、例えばもう通勤するだけでももうエッフェル塔が見えたりするんですよ。うんうんうん、なんで、まあ、こんなところでインターンシップできてるみたいな、ちょっとミーハーなんですけど、はい、まあ、それだけでもテンションが上がって、でかつ普段食べるパンとかもやっぱレベル高いなと思うじゃないですか。めちゃくちゃ美味しいですね。めっちゃ美味しいですよね。めちゃくちゃ美味しい。なんだこれ、うん、これがパンっていうものなんだなって思いました。だからそういうところにもなんか一つ一つ感動したんで、僕はすごい半年間はすごい楽しくて、まあ、インターンシップはしんどかったんですけど、はいはい、生活で見るとすごい楽しくてすごい良かったんですけど、ケイさんが思うそのフランスの魅力とか、なんか彼の良さってどういうところにあると思いますか。はい、そうね、学術的な言い方をすると、僕は政治学が専門だったので、はい、まあ、フランスの魅力って何かなっていうとですね、言いたいことをきちんと言うんですね、はっきり。それ国際政治とか見ててもそうなんですけど、もちろんね、それをちゃんと言うための準備をきちんとして、うん、言うための環境をきちんとね、こう整えていくんですけれども、はい、こう言うべきことをアメリカとかね、ロシアとかに対してもきちんと言ってくっていうところがやっぱりすごいな、そこ魅力かなっていうのと、一人間として思うのは、うん、まあ、やっぱり美術館とかね、たくさんあってすごいいいですし、パリは。あ、もう毎週毎週こうどっか美術館行って、うん、頭良くなった気分になりますよね、美術館行って。やっぱでもそうですよ、日本にいたらなんかそれこそ写真とか画像とかでしか見てなかったものが、うん、実物が目の前になったりしますもんね。本物が、そう、教科書で見たものが、うん、本物が目の前にあるとかっていうのは本当にもう街の魅力だと思いますし、綺麗だし、ご飯はね美味しいし、うん、ちょっとしたところでこうカフェに入ってもなんかこう気持ちいいですよね、おしゃれというか、うん、文化のレベルがすごい高いのがやっぱりフランスのいいところかなと思いますね。ケイさん、そういうなんか美術とか芸術とか見るのもともと好きだったのか。大好きですよ。あ、じゃあもうフランスはベストな国っていう感じですかね。もうベストベストで、もう毎週本当に美術館行って巡りきれなかったですね。やっぱパリたくさんあるんでね。まあ、規模大きいところから、それこそルーブル美術館みたいなところから。そうなんですよ、結構街中にもありますもんね、いろんなテーマに特化したものとか。なんかそうそうそう、昆虫美術館とか。はいはい、ありますね、昆虫博物館とか、こういうのとか合わせると。そう、パリ国立自然史博物館とかたくさんあったりとか、ピカソ美術館とか、中世美術館とか、たくさんあって、で、
確か毎月第1日曜日が美術館ただなんですよね、うん、あ、そうでしたっけ、うん、国立の美術館は少なくてもただで、あ、回りまくったんですけどそれでも追いつかなかったですね。まあ、あと回りまくったからこそあんまりよく覚えてないっていうね。いろいろ見すぎていろいろ見すぎてあれがどこにあったかなとかあんまりよく覚えてないんですけど、ケイさんの中でもしフランスの中で例えば芸術、食、住まい、環境、文化、一番好きな側面はどれですか、もし選ぶとすると。難しいですね。まあ一番でもやっぱり人かもしれないですね。ああ、人ですか。うん、やっぱりあの友達たくさんいますけど、まあ、お客様もね、うん、フランス人の方多いんですけど、うん、ヨーロッパの方結構契約社会というか、うん、こう締めるとこ締めるってイメージをもしかしたらお持ちかもしれないんですけれども、はい、やっぱりねすごい元がラテンなのか、うん、すごく明るくて、うん、人間味ありますし、うん、辛い時はね一緒に心配してちょっと落ち込んでくれたりだとか、うん、で励ましてくれる時はね本当に一緒にどんちゃん騒ぎをしてくれたり、そうですね、ありますね。あとやっぱ言葉で表してくれるのね、言葉と体でね、うん、こうボディーランゲージでジェスチャーとかで、ね、うん、だから本当に嬉しい時はうおーけーよく来たなーってこうハグしてくれたりだとか、うん、満面の笑みでね、うん、やっぱすごい人って魅力だなと思いますね。うん、確かに僕も仲いい外国人の人今あの思い浮かべると、はい、フランス人の割合が多いかもしれないですね。ああそう、アメリカ人とフランス人が2トップかもしれないです、僕の中で。人数で、単純に人数だけなんですけど。はい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 。でもね、そうだよね、やっぱりね。人が素敵だなと思いますわ。結構親密の人も多いですもんね。そうね、わりかしね、なんかシラク大統領がね、昔、あの親日でお相撲大好きだったっていうのもあるし、はいはいはい、やっぱり日本の禅っていう考え方をねすごい好いてくれてたりだとか、うん、和食がこうやっぱこう無形文化遺産になったので、うん、そういったこう文化的な側面からも日本のことをすごい好いてくれてる方多いですね。うーん、全然関係ない話していいですか。どうぞ。もちろんです。あの、まあ、僕も半年間フランスにいて、なぜか炭酸水を飲む癖がついたんですよ、はい、フランスに行ってから。あ、分かる、分かる、分かります。なんでか分からないんですけど、なんか炭酸水飲んでて、バドワっていうブランド分かります、はいはい、炭酸水分かる、分かる、 あれがすごい好きだったんですけど。あ、そうなんだね。もう日本に帰ってきてからどこ行ってもバドワないんですよ。そうね、確かに。それが飲みたいなって思い出しました。どうでもいい話なんですけど、成城石井とかにもないんですよ、バドワが。でもバドワは確かにあんまり見ないね。そうっすよね。ペリエはあるけどね。あ、そう、ペリエはあるんですけど。ペリエ高いんだよね。あとなんかあの、全然話変わるんだけど、ウィルキンソン。はいはい。あれね、日本の有馬温泉が、有馬が確かあの水源なんですよ。あ、ウィルキンソンですか。そうなの。イギリスの技師の方が、明治政府ができた時かな、はい、できる前かちょっとわからないんだけれども、うん、日本の方に来た時に、うん、まあ、その水源を発見して、で当時の日本人としてはそんな炭酸水を飲むなんて癖はなかったんだけれども、うん、まあ、当時のねヨーロッパでは炭酸水を普通にこう社交界で振る舞われていたので、うん、これめちゃくちゃいいじゃないこれって、しかもなんか水源の水もすごいいいしってなって、うん、イギリス人のウィルキンソンさんがそれを開発したらしいんですよね、ブランド化して。あ、そうなんですか。だからすごい美味しいって評判らしいですよ。へー、うん、だからあのバドワは飲めないけどウィルキンソンは飲んだ方がいい。別に僕ウィルキンソンのあのマシュマロじゃないんですけど。はいはいはい。いや、それ知らなかったです、はい、ウィルキンソンが。そう、ウィルキンソンは日本のあの有馬があの元なんですよ。有馬温泉のところかな。それ知ってる人あんまりないんじゃないですか。みんな知ってるかね。確かに。いや、あんまり僕もあのこの仕事でね、やっぱりいろいろ日本各地を回ったりするので、うん、有馬温泉の方に教えていただいたんですよ。ちょっとこの場所の田村でゆきさんもいますけど、田村さん知ってます？いや、知らなかったです、全然。やっぱそうですよね。はい、いや、本当に普通に僕も飲んでましたけど、ウィルキンソン。あ、知らなかったです。美味しいんですよ、大好きでね。飲むようにします。うん、まあ、バドワは飲めないけど、ウィルキンソンだったらすぐに飲める。諦めることにします。バドワの代わりに。バドワじゃなくて。日本にもいいものがある。日本にも素晴らしいものが。そういうことですね。うん、バドワに引けを、ね、劣るとも引けらないというか、なんていうか、似たようなものというかね。皆さん、ちょっと時間が経つのは早いものでですね。はいはい。今日もあのそろそろお時間になってしまったんですけど、はいはいはい。ケイさん、今日ちょっとこういった形で番組に出ていただいて、はい、ご自身の原体験振り返ってみて、はい、いかがでしたか、感想として。
そうね、なかなかこう自分で自分のことを理解しているように見えて、はい、いざ一歩って何ですかって言われると、ちょっと考えちゃったりとかして、こうなんか自分を振り返るいい機会になりましたね、僕にとっても。ああ本当ですか、あ、うん、よかったです、そう言っていただけて、うん、まあ、何かしらねありますもんね、そういう原体験とか原点とかきっかけ、そうね、うん、皆さんに、そうそう、なんか就活の時を思い出すというか、まあ、就活、そうですね自分の価値観とかをなんかね考えるみたいな、やりたいことって何なのかとか、うん、近いものがありますよね、近いものがありますね、まあ、でもたまにこうやってやっぱ振り返ってみるのがいいのかなと思いますね、うん、ありがとうございます。最後に僕今日ケイさんと話してみて、まあ、一番心残ったのが、毎日5分でもコツ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 継続すれば力になっていくっていうところだなと思いました。実は僕も最近、まあ、今の一歩ラボの仕事始めてから、まあ、フランス語をほぼほぼ使うことがなくなってですね、全部前勉強してたのでやっぱちょっとこう忘れていくのが悔しいなって気持ちがあって、で最近アプリを使いながらフランス語の勉強をしてるんですよ。まさにこれも1回やって5分か10分ぐらいなんですけど、うんうん、今183日間連続でできてるんで、あ、すごい、素晴らしい。なんでも半年ぐらいなんですけど、確かにまあこれやるだけでもやらないよりかは全然違うっていう実感があるんで、うんうん、ちょっとまずは引き続き1年間やり続けるっていうところを目指してやっていきたいなと改めて思いました、うんうんうん、はい、ありがとうございます。いやいやいや、それではケイさん、今日は番組に出ていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、最後にお願いなんですけど、ちょっとフランス語で皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか、はいはい、そうね、難しいこと言ってきますね。そうですね、僕が好きなフランス語があるんですけれども、はい、voir le monde différemment っていうんですけどね、はい、これアンシチュフランセ、確か東京だったかな、うん、昔の日仏学院という時だったんですけれども、大学生向けの夏の短期集中講座っていうのがあったんですよ。2週間、もう毎日フランス語を6時間とか5時間とかバーって勉強するのを2週間続けるような時があって、うん、その時の確か日仏学院のキャッチコピーが Voir le monde différemment だったんですが、うん、世界を異なる視点から見るっていう、そういう言葉だったんですね。もう本当まさしくその通りだなと思うんですけれども、まあ、外国語っていうのを勉強すると当然その文法も異なってくるし、あと使う表現とか言い方とかも変わってくると思うんですよね、うん、こうなんか向こうではフランクな言い方だとこうだけど日本語だとこういう言い方になるって、それでもすでにちょっと世界を違う見方をしているというか、うん、あっちの考え方にのっとって考えるからこういう表現を使うっていうようなのが、うん、まあ、なんかこう自分の中で分かってきてるのかなと思うんですけれども、うん、でね、どん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 こう言葉を勉強すればするほど相手の文化も勉強してきますし、うん、相手の生活習慣とか、うんうん、考え方とかそういうのを学んでいくと、結局最終的には向こうフランス人だったらこう思うけど、うん、日本人としてはこう思うのになって比較できるようになってくると、いよいよ世界を違う視点から見れるようになってきてるのかなと思うので、うん、なんというかこう結局人間ってそれぞれの立場によって言うことって全部正しいと思うんですよね、うん、であとはじゃあその正しいものを今回自分はどういう選択をするかっていうのは、その時の自分のポジションとか、あとはその相手の立場に立った時にこうしてあげた方がいいからっていうことだと思うんですけど、なんかそれをこう言語を通じて学んできましたね。でそれが僕すごい好きなので、こう大切にしていることなので、今の言葉をちょっとフランス語でお伝えさせていただいた次第ですね。ありがとうございます。最後の最後でちょっと熱いメッセージをいただきまして、うんうん、ありがとうございますありがとうございます。メルシーボクですね。メルシーボク、ウィー、メルシーはい、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組はリスナーの皆さんからのご感想メッセージもお待ちしております。番組紹介のところに URL を貼っておりますので、そちらからお送りください。今日のゲストの K さんに対するメッセージもお待ちしております。それでは、今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。